ジャパン、これがアンサー。俺たちが本当の意味での同志たちだから。自分自身は高校1年生の時にクランプ始めてて、まあ、大体8年ぐらい経つんですけど、まあ、8年間プレイヤーとしても、イベント企画オーガナイザーとしても実は丸々やってて、でその頃からやっぱ意識してたのは、まあ、今クランプシーンでまあどんなことが起きているのかっていうのを記録に残したりっていうのはもちろんあるんですけど、もう一つの側面としては先に残す活動がしたいっていうのは結構常日頃意識してることで、まあ、それ、まあ、先に残す活動っていうのはどういうことかって言ったら、まあ、今後クランプを始める人がいたとして、でその人が、まあ、昔日本のクランプシーンってどんなんだったんだろうみたいな時に、まあ、こう時代を振り返っていくことができる、まあ、イベントの、まあ、一つバトル映像にしてもそういうのがこうもろに映し出せる、イベントってそういう力があると思うんですよ。なんでそういうところを意識しながら、まあ、イベントをやらせてもらってるっていうところは結構あります。であとはまあ単純にクランプ好きな人がいっぱい集まれば最高だなっていうところが、はい、あります。クロスオーバー2019トーナメントエディション、優勝者は3, 2, 1, ジャッジズ。ファイナル。ディスキャン、ダイブ、ダイブ。ディスキャン、ダイブ、ダイブ。
farmhouse tracks. Let's move. Three, two, one. まあ、大阪はやっぱり東京とまた違う、シーンがあって、そこでやっぱ結果は、まあ、自分の実際ビッグホーミー、まあ、先生と練習してきてて、あの結果残せてよかったりすると、まあ、そのシーンが違うからすごくいろんなクラブを見れてよかったです。今回クロスオーバージャパン2019っていう名目で、まあ、日本のクランプシーンで見ると初めての試みとして地方予選全国4地区でやらせてもらったんですけど、北海道、東京、大阪、福岡でやらせてもらって、で本当に僕を含めてあのチームのメンバーもみんな心の底からやってよかったなって自負してる部分があります。で、まあ、単純に何が良かったかっていうと、あの新しい出会いがあったっていうところがまず一つと、まあ、やっぱり人があのイベントを通じてこうたくさんの人が、まあ、集まるんで、まあ、人が集まるってことはやっぱ そこで新しいコミュニティが生まれたりとかっていうのを、まあ、イベントの企画を通じてできるっていうのはすごい地区予選をやる上ですごい魅力があるなと思いますし、あ、こんなやつもいたんだっていう発見があって、まあなんか言い方ちょっとあれですけど、新しいスターがこう地区予選をやることで生まれるんじゃないかみたいなっていうところでこうワクワクする部分はすごいありました。なのでまあ今後も続けていきたいなと思います。まあ、今回そのクロスオーバー自分東京関東予選でも DJ させてもらったんですけど、そこでもちょっとやってみたことなんですけど、自分は今回 DJ もさせてもらったんですけど、トラックも作っているんですね。でそのまあ日本人が作るトラックっていうかもうトラックメーカーっていう面も結構見てみればおっぱいを失う、なんかそれがでもそれが当たり前のように流れるイベントっていうのはまだクランクの日本の時期を見渡してみたらそんなにないのと、実はそれをなんていうの、今まで流れてる曲を使うような感覚で日本人の曲、そのあんまり使われてないもの、曲たちを使っていったらどうなるんかなっていうところとか、すごいアットホームなイベントで、もうヤバいダンサーがすごい集まって、すごい神秘的でした。でもオーガナイザーのネオさんっていうのもあって、うん、まあそのあれね、救われてるっていうか、うん、それはそれってすごいことだと思う。化学反応だと思う。それがそのプロソーバーに本当に素晴らしいイベントをね、いろいろあったと思うんですけど企画してもらって本当に楽しかったです。本当にそのイベント。ありがとうございました。プロソーバー最高です。ジェグ。プラスアルファで付け加えれるようなスキルとか、そのどのダンサーにも共通して使えるようなスキルを
教えていただけたので、まあ、僕自身にもすごく勉強になりましたし、ビーストはもう前からすごい好きなクラッパーですごい憧れてたので、本当に生で見てもうワークショップを受けれて本当に勉強になりました。今後の展望としては、まあ、もちろんそのイベント規模として大きくしていきたいっていうのはもちろんある中で、やっぱり大事にしたいのはイベントカラーだったりとかコンセプトだったりとかっていう中で、まあ、僕の意見ではやっぱりこう新しいものに挑戦し続けていけるイベントでありたいなっていうところがすごいあります。あとはまあイベントをまあ単純に続けていって、まあ、クランプシーンに引き続き貢献していきたいっていう思いが強い部分と、あとはまあ参加してくれる人たちが、まあ、単純にクロスオーバー楽しかったとか、クロスオーバーきっかけでまたクランプ頑張ろうと思えたとか、クロスオーバーきっかけでクランプ始めましたみたいな人がいれば最高ですね。最高ですね